えどうもお疲れ様です。それでは第28週目のテクニカルの見通しについてお話していこうと思います。えー、この1週間は7月8日から12日までなんですけども、まあ、どうもね、介入気配が薄れる週になるんじゃないかなと思います。まあ、今現在ね、それほどまでに介入の危機感って高まってないんですよ。というのが161円とか2円の方ね、今にわしている価格なんですけども、介入が入る前ってやっぱりね、それなりの 報道とか、それから相場全体の、まあ、雰囲気っていうのは、これね、ありありと出るわけですけども、結局、先週も先々週も全く出なかったですよね。まあ、神田財務官があ、まあ、辞められて、まあ、新しい担当者の方がね、入られたわけなんですけども、まあ、動きが全然報道されてるわけないんですよ。まあ、こういう時っていうのはね、抜き打ち的にバーンと介入が入ることはなくって、今までの経験から言うと、やっぱりね、市場が、 介入に対して警戒感を発していることがやっぱり多いんですよね。というか多いといよりも警戒感を、まあ、発信してるんですよ。で、今回それがなくなりましたんで、この1週間でさらになくなると、まあ、介入のことはね、考えずに進めれるようになるんじゃないかなと思います。はい、これが前置きでして、で、この週足の方を見ていくと、上昇トレンドは一向に変わっていないんですよ。 でその上昇トレンドの中でも、このね、陽線が短いところから伸びて、ちっちゃくなって、今、形成中の陽線が、今、実体がない形になってます。おそらくこれも陽線で終わるんでしょうけども、ただ、バーンとね、強い要線になるような形じゃないですね。うーん。まあ、形じゃないですねって言ってもね、なんとなくそんな気がするっていうだけなんでね。 じゃあなんで強い要請にならないんですかって言ったらねその根拠はないんですよ、うん、ただなったとしてもこのぐらいの直近の大きな要請程度なんでうんまあ1週間での値動きとしては結構でかいんですけどもねうんまあその辺はその1週間で慎重に見ていくってことになると思いますまあ1週間後のうんろうそく足の形なんてはっきり言って分かりません <laughs> はいそれはちょっと訂正させてもらいますじゃあ次ですね 多分陽線ではは週間終わるとは思いますがただ、この日八になってくるとね、2日間連続で陰線になってます。まあ、つまりちょっと横ばいからね、下落に入ったんですよ。うんちょうどどん,どんどんどん上昇トレンドが来て、ここにちょっとした蓋をするような形で、今、落ち着いてるような感じです。こういう時はレンジに戦略を切り替えて見ていた方がいいかなっていうのを、先週の木金でやったところですね。 で、えー、今回、デイリーなんですけども、これが7月8日に関わってくることですけども、この陰線がね、午前中で止まるのか、それとも1日を通じて陰線に、えー、終始するのか、ここはチェックしていきましょう。はい、次に4時間です。まあ、1週間の見通しをお話しするって言ってもね、1週間、ぼんやりと何が起きるのかなってことと、 それが要線で1週間が終わるのか、陰線で1週間が終わるのか、このぐらいしかお話することがないんですよ。で、そして、今4時間軸ですけども、こうなると完全に7月8日の相場解説になりますね。ですので、月曜日のものだと思って聞いていただきたいんですけども、ほら上昇していたものがここで一旦負担になるような形になって、ここで1回レンジを作ったんですけども、このレンジを破ってね、ロスカットを受けながら、新しいこの価格帯の方に入ってきました。ですんですの月曜日はこの価格帯が 米国の雇用調整を先週末受けてどのように月曜日寄りついていくのかっていうところを見るそんな午前中になってきます場合によっては午後1日中かかることもありますけどもねで1時間軸を見るとすごく乱暴な形なんですけどもこちらを条例としてこの辺りを過程としてレンジがもしかしたらできるかもしれないなと思いながら月曜日の朝あ相場を見ていった方がいいかなと思います、まあ、そうなると上下の幅なんですけども ちょうど、ね、60ピップスぐらまああの今仮に線をこういうふうに引きましたけどもこれを目安にしてどのぐらいのレンジで収まるのかもしくはこのレンジでは収まらずに他の方向にばらけていくのかこれを7月8日の午前中に見ていくそして見極められた段階で順番にエントリーに え、切り替えていけばいいんじゃないかなと思います。見極めがつかない場合、もしくはつけられない力道の方っていうのは、あの月曜日しっかりと一日中見ていくことにしましょう。火曜日から勝負をかけていっても十分間に合います。えー、月火が一つのね、マーケットのクリになってますんでね。はい、それでは見通しは以上です。